はい、どうも皆さん、こんにちは、ガルです。ということで、今日はですね、JGC 修行、SFC 修行において、ウェブマネーを駆使したテクニックについて、今日はお伝えしていきたいなと思います。はい、ということでね、私のチャンネルでは散々ね、日頃からマイルをたくさん貯めましょうということでね、その JGC 修行や SFC 修行が楽になるので、日頃からクレジット決済でね、マイルを貯めておきましょうということを言っているんですけども、そういうことを言うとですね、コメント欄とかでですね、特典航空券はステータスポイントがたまらないと思いますみたいなね、コメントをいただくんですけども、まあ、全くその通りでございます。はい、なので今日はその、マイルを特典航空券で買うのではなくて、そのマイルを、ウェブマネーに変換して、ちゃんと航空券を取りましょうということをお伝えしていきたいなと思います。はい。まずですね、マイルと特典航空券じゃなくて、マイルとウェブマネーの違いとは何ぞやということなんですけども、マイルというのは特典航空券を取るために必要なポイントのことです。そしてウェブマネーというのはそのマイルからウェブマネーに変換して1ポイント1円お金と同等として扱えますよというポイントでございます。なので簡単に言うと1万マイルから1万ポイントに変換したらその1万円分を特典航空券じゃなくて普通の航空券のお金として使えますよというのがウェブマネーでございます。これはね JAL だったら EJAL ポイント、 ANA だったらスカイコインという呼び名があるんですけども、このマイルからウェブマネーに変換できるので僕は日頃からマイルを貯めましょうというふうに皆さんにお伝えしております。なので日頃からクレジット決済でねマイルをたくさん貯めてる人がいるのであれば、実質ただで JGC や SFC を下脱できてしまう人っていうのもいるんですよ。例えばもうねクレジット決済ばっかりしても30マイルぐらいございますと。でその30マイルをじゃあスカイコインや、EJAL ポイント、ウェブマネーに変換して、その変換したウェブマネーで航空券を購入して下脱しちゃうっていう方の中にはいらっしゃいます。なのでそうするとね実質ただで JGC や SFC を下脱することになるんですけども、そのじゃあマイルをウェブマネーに変換する倍率っていうのも変わってきます。例えば ANA や JAL でやり方っていうのは違うんですけども、例えば JAL だと1万マイル以上だと倍率が 1.5 倍、なので1万マイルを変換すると1万5000 EJAL ポイントになるということになります。例えば ANA もねこれ独自のやり方があるんですけども、 ANA はね1から9999マイルは1倍だけども、それ以降は持ってるステータスや持ってるクレジットカードによって倍率っていうのが変わってきます。普通の ANA カードを持ってる場合ですと1から9999マイルは1倍だけども1万マイル以上は 1.2 倍、だから1万マイルから変換すると1万2000スカイコインになるということですね。それからね5万マイル以上だと 1.5 倍、あーすごいですね、 1.5 倍ってすごいですね結構。はい、なのでね、なので ANA の場合は5万マイルから 1.5 倍になるみたいですね。あーなるほどね、そこはね結構 JAL と結構差がありますよね。 JAL は1万マイルで 1.5 倍なのに対して ANA は5万マイルで 1.5 倍ですからね。あーこれは結構ね差がついてるなというふうに感じます。またねこれゴールドカードとかプラチナカードとかだとまた倍率が違うみたいです。ね、プラチナカードやゴールドカードだと5万マイルで 1.7 倍まで最大できるみたいですね ANA は。へえすごいですね。そこはちょっとね良し悪しがあると思いますね。低ポイントだったら JAL だけども高ポイントで、いいクレジットカードを持っていれば ANA の方が倍率がいいという形になっております。はい、こんな形でね持ってるステータスや持ってるクレジットカードによってね倍率違ったりとか ANA と JAL ね倍率が違ったりもするので、それはね各自ホームページでダブルチェックをお願いいたします。そんな形でねで僕がねおすすめするクレジットカードなんですけども、そのポイントね、クレジットカード会社のポイントで他の会社のね航空会社のマイルに変換できるっていうクレジットカードはいっぱいあると思うんですけども、エポスプラスのカードは直接このウェブマネーに変換できます。ただしスカイコインだけ。はい、なのでエポスプラチナカードはマイルにも変換できるし JAL や ANA のマイルにも変換できるし、スカイコイン直接ウェブマネーにポイントも変換できるので SFC 修行ではエポスプラチナカードをおすすめいたします。はい、ということで今日はね JGC 修行 SFC 修行においてウェブマネーを使ったテクニックについてお伝えいたしました。このチャンネルではね JGC 修行 SFC 修行のお得な情報や海外に行ってみたいけど何か一歩ねきっかけになるような動画を皆さんに配信しておりますので、ぜひこの動画が役に立ったという方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。またグッド評価コメント欄もお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。さてね僕もね SFC 修行今年やっていきますの でぜひねスカイコインを駆使して SFC 修行やっていきたいなと思います。まあただ今回の僕の修行っていうのは SFC 修行においてマイルやスカイコインを一切使わないで必ずキャッシュだけでいくらかかったかっていうのをお伝えしておりますので、それも合わせて追ってよろしくお願いいたします。それではねまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。